はい、試合お疲れ様でした。残念ながら2次予選、敗れてしまいましたけれども、チームとして準備をしてきたことを教えてください。はまずオフェンス面では早いゲーム転換を作り、あとなんだっけ、3人でゴールアタックで、そして早めに戻ってディフェンスして、でディフェンス面はシュートを打ったら早めに戻って、まず固めて、であとはインサイドを死守したり、あとなるべく外から打たせるようにしてました。ではじゃあ次に個人として二次予選に向けて準備をしてきたことを教えてください。はまず早めに戻ったり、ディフェンス面を頑張ったり、あとはダイブの位置を決めたりしました。今日1日試合ではありましたけれども、総合的に見て良かったところと次回に向けて課題となるところ、頑張りたいところがありましたら、最後に一言お願いいたします。まずはスピード面で早めに戻れたりしたり、あとはディフェンス面を自分ではもっと強化したり、あとはなるべくシュートを打てるように頑張っていきたいです。ありがとうございました。また次の試合も頑張ってください。